や列車の中でお忘れ物をしてしまい、お困りになった点はないでしょうか。 JR 九州では2023年9月1日よりお忘れ物を代理で探すことができるようになりました。詳しくはぜひポスターをご覧いただきます。ぜひ会員までお忘れください。JR 九州では2023年9月1日よりお忘れ物を